はい、えー。それではですね、えー、商品の注文の流れについてご説明していきたいと思います。えー、こちらのページの方で決済の方ができるんですけれども、えー、スクロールすると、えー、こういうボタンがあります、えー。今すぐ購入するというボタンをクリックすると、まあこれスマホで見てるとちょっと違うかもしれないんですけれども、まあこんなやつが出てきます。で、こちらにメールアドレス。名前は不要です。名前は不要です。メールアドレス。あの、ダウンロードを のリンクを送ってもらいたいたメールアドレスですね、はい、であとカード番号と、えー、こちらの情報を入れていただいて、えー、こちら支払うっていうところですねこの決済情報を保存するっていうところに関してはあのストライプという、えー、決済を使うんですけれども、えーまあ、例えばアマゾンにうんクレジットカードを登録するとかうんあとはアップルに、まあ、カードを登録するとか、まあ、そんな感じです まあ基本的にこれは保存しなくていいので、はい。保存する必要はないです。はい。保存したい人はまあしていただいてもいいんですけど、保存する必要はないので、まあ、保存するとちょっと怖いかなと思う人もいると思うんで、保存はしなくて大丈夫です。なので、メールアドレス、カード番号、あとは日付と、この裏、裏側ですね。カード番号の裏側の3桁とかあると思うんですけど、そこを入れて、ここをボタンを押すと。で、そうすると、この決済が完了すると、どういうページが出てくるかっていうと、こちらですね。 このページが出てきます、えー。購入ありがとうございます。えー、購入商品はこちらですということで、商品名と価格。あとはここをクリックしてダウンロードすぐすることができます。で、一応ですね、えっ、ー、と、3級ページ、まあ、決済完了後、こういうページが出てきます。あとはメールでですね、えー、領収書ということで、メールで領収書がこういう感じで来ます。これストライプ側からこう、領収書がこう来ます。 はい。で、あとはメールの方で購入ありがとうございましたということで、えーえー、決済してもらったのはこういう商品ですよ。ダウンロードリンクはこちらということで、一応メールの方も2通届きます。領収書のメールと、えー、商品ダウンロードのメールです。はい、こちら2通届きますんで、ご確認いただければなと思います。それではですね、商品の注文の流れについて、えー、解説の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。